どうも皆さん、こんにちは。本日も黒い砂漠モバイルプレイしていこうと思います。よーし、行きますよ。まずはそうですな。まずね、さっきね、この新しい盾をゲッチュしました。かっこいいでしょ?これね、これ。銀色の盾。すんげーかっこいいわ。よし。これをゲッチュしましたんで、早速ね、強化をしたいんだけど、どこで強化するんだったかな?どこだったっけ?ん?ちょっと待って。うさみみ?バニーバニー?あれ?あれ?さっきあったよね。キャラクター。あれ?これも装備してるのかな?よくわからないな。とりあえずスキルの強化していきましょうか。まず断罪の剣ですね。これレベルアップしましょう。全体。はい。まだだね。光の剣術。これもパワーアップだ。はい。素晴らしい。で、あとは、キックか。どうしようかな。横切りの方がいいよね。光切り。素晴らしい。あと、蹴りも、できますな。よし、レベル6になったぞ。こんな感じだよね。あとは、アイテムゲッチュ。チャレンジミッションもゲッチュだね。はい、素晴らしい。で、あと、よいしょと。武器を強化したいんだけど、どこでやるんだったっけ?すぐに忘れちゃうな。これか。潜在力突破ですね。先ほどゲッチュしました盾ですね。ベンガッツシールド。これを、限界突破しましょう。これですな。突破を試みる。はい、素晴らしい。成功率 100% のね、優先的にしたいので、剣をパワーアップしましょうか。はい。シャメルソードをね、さらにパワーアップします。はい、素晴らしい。よし。上がったぞ。あと、鎧ですな。いや、ちょっと待てよ。鎧はちょっと待とうか。ですな。よし。で、この黒いオーラに餌も与えましょう。自動選択。いらないものはね、全部この子に食わしちゃえばいいんで、凝縮された黒いオーラ。これあげるとすごい上がりそうだね。アズベルソードもいらないね。よし、全部あげましょう。一気にレベルが14になりますな。なるほど。この黒いオーラも戦ってくれるのかな?戦闘力上がってるもんね。はい、あげます。レベル14になった。素晴らしいな。よーし、オッケー。じゃあ次行きましょうね。レッドノーズとの戦闘でしょう。これは勝ったな。領地が欲しいんだけど。あ、もらいましたよ。領地をもらったら、ジャレット・ドボンガット様を訪ねてみるといいですよ。すんげえ名前だな。今は西部警備キャンプにいらっしゃると聞きました。後で必ず領地に招待してくださいね。お任せやれ。領地をもらう。さあ、お馬ちゃん来て。さあ、行きますよ。ふぅ。私の土地が待っている。すごいよね。やっぱり独特なこの視界っていうか。すごいよね。不思議なポリゴン世界って感じだよね。よし、行きましょう。久しぶりにここに帰ってきたね。ふっ。土地ください。なんだ?誰が勝手に入ってきてもいいと言った?何?
レッドノーズをぶっ倒したって？これが領主様か。はあ、本当か？パッと見ても強そうには見えないけど。まあ、一人でやったのではないだろう。飛ばしました。約束は約束だから、領地を授けることにする。めったにないチャンスだから、ありがたく思え。ありがとうございます。領地どこなのかな？私の土地はどこなんだ？これが領地か。はいはいはい。領地に移動します。うん。管理モードをタップすると、領地を確認できます。あ、ここが私の土地なの？へぇー。建物を建設したり、領地を簡単に管理できるんだ。はぁはぁはぁ。物を回転できると。うん。一般モードに戻る。ああ。なるほど。ここが私の領地なんだね。ちょっと待って、もう一度全体を。まあ。ああ、綺麗だね。ここの敷地内が私の土地っていうことだよね。面白そうだな。ちょっと待ってよ。いろいろちょっと探索してみましょうか。あ、ここにお馬さんもいるね。で、どうやらこのお馬さんもね、この、まあ、この馬にいろんな服というか、着させることもできるみたいなんでね。お、この人は何なんだ？はは、領地を賜ったのか。君なら資格があるだろう。うん、当たり前です。装備作成。木の精霊たちを相手にしたらキャンプに丈夫な武器がなくなってしまう。なるほど。次に何をしたらいいのかな。よくね、わかんないんだよね。どんどん進んでっちゃうんで。これは何だろうな。うん。領地民を雇えると。ああ、なるほど。まあ、つまり雇えるんだね。金を払って。人手がた、酒場に行って、領地民を雇用してみよう。はい。入る。貢献度を支払わないといけない。雇用、この人はどうだ？はい。トボエさん、人間女性。なるほど。能力値が高いほどいい仕事をしてくれるから、よーく見て雇用するといい。なるほど。ルーボリックさん、これはどうなんだ？生活力13、労働力22、技術力17。雇用が3か。13、22、17。クラントゥルさんは、ちょっとこの、すんげえガタイのいい人。あ、すごいじゃないか。48、29、38。トボエさん、ちょっと雇用したいんだけど残念だね。この人にしよっか。一番右の、クラントゥルさん。あなたに決める。よし、オッケー。あともう一人雇えるのかな？領地民5分の3になってるな。まあ、2番目のこの男性の方にしよっか。素晴らしい。よし、これでとりあえずいいんじゃないかな。マルタ、
生成所を設置してみましょう。建設。一定の周期でブラックストーンを獲得できる。うん。なるほど。丸太が全然ないな。アイテムが全く足りないわけだね。うん、うん、うん。クラントルさん、作業開始。とりあえずここにできるみたいだね。なるほど。まあ、ここで OK でしょう。確認。どうやらステトラジー要素もあるみたいだね。食べ物は十分なのか。保管量を、保管所をもっと広げないといけないんじゃないか。うん、おっしゃる通りだな。次は。そうだね。飯は与えないといけないんでね。増築だな。食料保管所。建築を増設しましょう。さっきのルーオリックさん、アントニオさん、すごいね。ルーオリックさんにしようかな。作業開始だ。よし、オッケー。素晴らしい。倒したモンスターから、なんだろ?招待状?討伐掲示板。はい。討伐入場。なるほど。ほうほうほう。入場券に交換できる。はい。いやー、ちょっとやることすんげーたくさんあるね。討伐開始だ。さーて行きましょう。もう一度行くんだね。ていっ!よし!スキルも速くなってるな。横切り。よし、早いね。さて次は。ていっ。すごいねこれ。一発ですわ。次チャクラムだな。チャクラム。あれ。ていっ。もう一発。素晴らしい。横切り。あーくそ、もう一発。さてと次は、どこだどこだ。道がねよく分かんなくなっちゃうんでね。こっちか、奥の方なんだね。よいしょっと。てっていてっ、もう一発。素晴らしい。ここも壊しましょう。横切り。もう一発。次はこっちだな。横切り使うぞ。ティッティッ。もう一発。素晴らしい。すごいな。ちょっと待って。さーて次は横切り。ここがね。すんごいもう分かりづらいな。よいしょっと。てい、ダッシュ攻撃。てい、素晴らしい。圧倒ですな。チャクラム、もう一発からの横切り。素晴らしい。
粉砕ですが。ヘイ！いやー、これね、連携が重要だね。連携が。さーて、また出てきたよ。さっきのあのボスだな。まあでも私ね、スキル能力パワーアップしてますんでね。瞬殺とは言わないまでも、さっきよりかはね、楽して倒せるとは思うんで。さあ、行きましょう。ていっ！よいしょっと！チャクラム！もう一発。そして横切り。あ、ちょっと待って！ちょっと待って！かわせ！危ない危ない。シュート！うん！てい！横切り！あ、ちょっと待って、横切りは。あ、ちょっと。おいしょ、危ない危ない。てい！てい！もう一発。てい！素晴らしい。てい！てい！てい！あ、くそ、ちょっと、やめてください。やめてください。ちょっとやめてください。さあ、撤退します。横切り。あーっと、てい！勝ったぞ。素晴らしい。レベル13になった。私の勝ちだ。エリシャシールドもゲッチュしましたね。S ランクですな。よーし、なんとかクリアできました。報酬もゲッチュしましょう。素晴らしい。盾。さっきよりまた、あれ？これさっきの盾じゃないのかな？畑。ちょっと待ってよ。作物を植える。へえ、いろんな、ステトトラジー要素がありますね。指揮所段階。作物植えたいな。人参、植えましょう。植えましょう。植えましょう。はい。作物他のは、じゃがいも。はい、植えましょう。よし、OK だね。で、はい。で、次にシールド装備。いやー、ちょっとね、覚えることが、むちゃくちゃ多いな。シャカトゥー商店。シャカトゥー商店。いいものを手に入れることができるだろう。なんだこいつは。はい。全ての珍しいものは我が商店に。謎のメイン武器。はい、購入しましょう。見る目があるな。タリスソード。はぁ、あ、はぁはぁ、あ。ちょっと待って。もうちょっと何か見たいな。この謎のアーマー。謎のブーツ。謎のヘルム。謎のグローブ。謎のアーマーがちょっと、欲しいな。素晴らしい。予測できない未来のように、何が出てくるのか楽しみじゃないか。すんごい面白いな。さてと、OK ですね。冒険は楽しんでますよ。ちょっと待ってよ。まずはアイテムをゲッチュしましょう。マネーゲッチュ。マネーゲッチュ。あ、すんげえ、いっぱいあるじゃない。すべて受領だ。素晴らしい。よし。あれ？まだあるな。ちょっと待ってよ。ここさっきのところですよね。いらっしゃい。ここはしょー。なるほど。闇の精霊のレベルがパワーアップしないと10回購入ができないみたいですな。謎のメイン武器。
すべての珍しいものは我が商店にあり。はい。次は支援金。うん。支援金が割り当てられます。ドモンガット城の、領主から支援金が当てられるんだね。領地の規模によって変わるが、1日1回だけはゲッチュできるわけだ。ありがたくいただきます。はい。次ですな。寄付します。まだ全然足りないな。ちょっと待ってよ。酒場どこだったっけ？ここだったかな？入りましょう。人を雇った方がいいよね。トボエさんも雇いましょう。雇用。確認、オッケー。あとは再募集。行動力よしよし、領地民の募集をします。募集しましょう。さっき雇っとった人はクビにはなってないんだよね。よくわからないよね、そういうところね。お任せください。マルタゲッチュ。次には、ちょっと待ってよ。ここじゃないな。領地民タップを完了してる人がいるね。さてと。まだ初回なんでね、やることいっぱいあると思いますんで。探索の門。ちょっと待って。セーブキャンプ。ちょっと領地から出ましょうか。はい、出ましたよと。で、ちょっと待ってよ。装備画面ってどこでやるんだったっけ？ここだな。ちょっと待て。新しい武器、タリスソード。これはどんなもんだ？これがタリスソードか。まあでも今、装備してるシャメルソードの方がだいぶ強いんだよね。買いましょう。はい。そして鎧。アゼリーナアーマー。あ、同じのだね。はい。下級ブラッグストーン。アイテムをゲッチュ。はい。さてと、次は、どこだ？どちら様ですか？はい。あそこを通って来られたんですか？あそことは？レッドノーズを倒したんですって？信じられない。なるほど。理解できました。はい。しかし、私の判断だけでは案内することはできません。少しここでお待ちください。先に隊長に報告します。手続きが必要ですのでご理解をお願いします。まあ仕方ないな。クリフ隊長が会ってみたいと言っています。クリフ隊長、シテントの方に行ってみてください。わかった、直々に行こう。さてと、クリフ隊長どこだい？クリフ隊長はよいしょっと、この人かな。机の上に乗っかっちゃったな今。これが西部警備キャンプの指揮官クリフだ。よろしくね。レッドノーズを倒したって？君からまだ軽々たるオーラを感じるな。軽々ってどういう意味なんだろう。しかも君が所持しているものは確かにインプたちの武器と鎧だ。こんな実力者が今までどこにいたんだ。そして
なぜ今になって現れたんだ。ところで、話を続けるには少々君の荷物が多すぎるようだな。ふん。冒険者というのはどんな危険にも備えて荷物を軽くするのが大事だ。逆なんじゃないか。ここまで来るのにポーションもだいぶ使ったんじゃないか。商店に寄ったらどうだ。商店、はい。ちょっと待て。まずは重い荷物を軽くしよう。よいしょっと。どこ？戦闘の時にはポーションが欠かせません。そうですな。こっち、これからも荷物が重くなったら商店でバッグを整理するといいぞ。はいはいはい。ポーションは必要だよね。はい、いただきます。ここのリストを見ると近くの商店と主要場所が表示される。なるほど。いやもうね、やることが多すぎちゃってね、覚えられない。全然覚えられないわ。よいしょと。ちょっと待って、重い荷物を軽くしよう。ちょっと、俺の焦点は気にならないか？クラウス。気になるね。装備焦点。装備焦点は商品が毎日変わるから、たくさん利用してくれよな。ちょっと会話してみよう。タクロスを知ってるか？俺の古い友人だ。あいつは元気にしていたか？ベリアのタクロスを知ってるか？俺の古い友人だ。あいつは元気にしていたか？それはわからないな。焦点。いい装備は戦闘を楽しくしてくれる。おー、いい武器ありますな。ザレスシューズ。素早く動けるように製作された棒。クレアシールド。エリシャシールドよりかは劣るが、まあでも僕のはパワーアップしてるからね。どうしようか。このザレスシューズだけ買っときましょうか。これ欲しいね。これ買いましょう。ちょっと欲しいんだけど。どうやったらいいの？すべて購入はできんぞ。はい、購入。ザレスシューズを購入した。よし、オッケー。で、出ましょう。はい、足を。ちょっと待て。実際に、画面を見たいんでね。これですな。ザレスシューズ。防御力が1しか上がらないね。まあ、ただ移動速度が 3% アップだ。どこが変わったんだ？よくわからない。外見はこれは変わらないのかな？残念ながらね。光の剣術の、そうだね、スキルをちょっと上げましょうか。どこだったっけ？これか。あったあった。光の剣術。もうちょっとね、上げたいよね。上げましょう。他のパラメーターは上げれないと。はい。元気にしているようだな。ところで、どこから来たんだ？ベリア？ほう、こんな偶然があるか？ちょうどベリアから兵力を要請されたところだ。いやいや、システム上、そうなってるんだよ。しかし、ベリアに兵力を送るには、我々のキャンプの状況が良くない。ちょうどジャレットも来ているし、安全を確保しないと。そうだ、ここまで来た実力者だし、よかったら
我々に力を貸してくれないか。前の戦闘で防御壁が壊れたから、新たに設置する必要がある。木材を探してくれないか。木材を、了解です。よし、オッケーです。そうだな、ちょうどね、時間も時間なので、今日はね、ここまでにしましょう。またね、明日、動画アップしていきますんでね、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録とね、グッドボタンもお待ちしておりますんで、ぜひ、またチェックしてくださいね。それじゃあまた。バイ。